ストーのテンプル伯爵は、連合王国貴族の伯爵位。第二代バッキンガム公爵、リチャード・テンプル・ニュージェント・ブリジス・シャンドス・グレンビルが1822年に、バッキンガム・シャンド公爵位と共に除されたのに始まる。この爵位は、バッキンガム・シャンド公爵位の廃絶後も、特別継承規定による除系継承で、テンプル・ゴア・ラントン家に継承されて現存している。初代伯、 リチャード・テンプル・グランビル。父からバッキンガム公爵等を継承した。第2代バッキンガム公爵、リチャード・テンプル・ニュージェント・ブリッジ・シャンドス・グレンビルは、1822年2月4日の直居場で、連合王国貴族爵位バッキンガム・シャンド公爵や、シャンドス公爵と共に、バッキンガム州における、ストーのテンプル伯爵に除せられた。バッキンガム・シャンド公爵位や、 シャンドス公爵位は通常通りの直系着出男系男子に限定される爵位だが、ストーのテンプル伯爵位は男子なき場合に孫娘アンエリザメアリーとその男系男子に継承可能な特別継承規定が付けられていた。彼の一人息子、リチャード・プランタージネットにはこの時点では子供が娘のアンエリザメアリーしかいなかったためである。ただしリチャード・プランタージネットは この翌年の1823年に男子リチャード・プランタジネット・キャンベルを設けている。初代博の死後、その一人息子、リチャード・プランタジネットが二大博を継承。彼の死後は、その一人息子リチャード・プランタジネット・キャンベルが三大博を継承した。この三大博には女子しかなかったので、1889年の彼の死と共にバッキンガムシャンド公爵以下。 固有爵位の多くは廃絶したが、ストーのテンプル博爵位は、上記の特別継承規定により二大博の娘アンと、庶民院議員ウィリアム・ゴア・ラントンの間の長男である、ウィリアム・スティーブン・ゴア・ラントンに継承されて存続した。彼は1892年には、テンプル姓を加えて、テンプル・ゴア・ラントンに改正した。以降彼の男系男子によって2016年、現在まで続いている。 2016年現在の当主は、ジェームズ・グレンビル・テンプル・ゴア・ラントンである。テンプル・ゴア・ラントン家にこれ以外の保有借位はないが、法廷推定相続人は、ラントン教という儀礼称号を使用するのが、伝統であるストーのテンプル伯爵系フズ。ありがとうございます。